皆様こんにちは10月7日金曜日午後5時です今週を振り返り来週の注目イベントを先取りする日経ライブレビュープレビュー日本経済新聞の徳田ですまずはレビューです日経電子版でよく読まれた記事のランキング1位は、えー、最も生まれたのは、えー、日本中に衝撃が走りました北朝鮮のミサイル発射のニュースです 私が注目したののは2位のニュースです、えー、皆さん、えー、お店で買い物をしたりサービスを使ったりしてポイントを貯めたりそのポイントを使ったり、えー、最近はポイ活なんて呼ばれてますけれどもやってない人はいないんじゃないかというくらい生活に浸透していると思いますがそのポイント業界で三井住友フィナンシャルグループの V ポイントと CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブが運営する T ポイントが統合するというニュースがよく読まれました。 この共通ポイントの業界では三菱商事などが手掛けるポンタや NTT ドコモの d ポイントなどが熾烈なセつなから争いを繰り広げているのですがここに入ってきたのがスマホ決済最大手の PayPay です。日常的によく使うスマホ決済とポイントサービスというのは相性がよくてかなり有力なサービスになりそうですすそうししたた中でで V ポポイインントトとの統合を決めた T ポイントなんですが実は苦いい状況に置かれています。 ライバルが増えたということもあるんですけれども最も有力なパートナーだったファミリーマートが T ポイントだけではなくてですね D ポイントや楽天ポイントも使えるようにしたんです蜜月だった T ポイントとファミリーマートの決別にはですね購買データの利用などに関してファミマの親,親会社伊藤忠商事の岡藤会長が強い不満を持っていたという話もありました v, と v ポイントと統合して挽回できるのでしょうか。 三井住友フィナンシャルグループがポイントで CCC と提携しましたがネット証券の世界でも大手金融機関とネット企業の提携のニュースがありました楽天グループ傘下の楽天証券にみずほフィナンシャルグループが出資するという日経の特報です。 リアルの店舗がメインの水保証券とネット証券大手の楽天証券の提携について日経電子版の記事に各界のエキスパートがコメントするシンクで、えー、立教大学ビジネススクールの田中道明教授が DX 時代の証券での顧客基盤とはデジタルで顧客とつながることとコメントしています。スマホでででどどうう顧客ととと接していいくかが重要になるということなるるこんですけれどももを極めるポイント業界の競争でも のの参入でよりスマホとと連携が重要になるとみられていますこれからは会員数や使える店、サービスの数だけでなくスーパーアプリなどとも呼ばれていますがスポイントアプリの使いやすさが勝負の鍵を握ることになりそうです。 さて来週のプレビューですがここでもスマホを使った決済に関する予定が入っています11日火曜日にメガバンク参考や地方銀行など40の金融機関が参加するスマホの奨額送金サービスコトラが始まります先日アントニオ猪木さんが亡くなったんですけれどもスマホを軸にした決済サービスやポイントサービスの業界も通信会社やネット企業さらに金融機関と 猪木氏が切り開いた一種格闘技戦のような様子を呈してきています同じ11日には新型コロナの水際対策が緩和され全国旅行支援も始まりますさらに13日木曜日にはアメリカの CPI 消費者物価指数が発表されます金融政策に大きな影響を与える注目の統計で BS テレビ東京日経ニュースプラス9でも詳しくお伝えします さて日経ライブでは11日火曜日の午後6時から中村直文編集員のヒットの薬 B 面をお伝えします1日の来客数がコンビニ並みという公演時の銭湯小杉湯の3代目をゲストにその集客力の秘訣を探ります日経ライブレビュープレビュー来週も金曜日午後5時にお目にかかります良い週末をお過ごしください